おはようございます。おはよう。ありがとう、ゲスト。い、皆さん。1万人達成しました。またお礼させてください。ありがとう。そう、なんと1万人達成しました。嬉しい。なんか昨日ね、本当になんか不意な時に達成して、でもそのなんて言うんだろう、その4人でいる時に達成できたのがすごい嬉しくて。そう、なんかもう片付けてたんですよ。なんか片付けみたいな、公演が終わって、夜公演が終わって、なんか片付けてて、であずみんとかのんぴとかは着替えてて、そう、私服に、衣装から私服にもう着替えてる時で、でそしたらなんかマネージャーさんが「なんかあと9人だよ」みたいな、「あと9人だよ」みたいになって、「9人だよ」なったみたいな感じで、なんか何事みたいな、なんかもうびっくり、もうすぐとっさに言われて、そうびっくりしました。そうなんですよ。おめでとうございます。どんでみ今日行きます。お、嬉しい。ありがとう。皆さん、今日リオたち4人ドンレミーに行くかも、なので 行くかも、行かないかも そうなんですよ。もう本当にありがとうございます。皆さん、みんなでお祝いした？うん、イエーイって言った。みんなでハイタッチして、でなんかさ、なぜかさ、一人だけ泣いててるよ みんなは泣いてなかったんですけど、一人だけ知らぬ間になんか涙が出てきて、そう。リオンびっくりして、なんで自分泣いとるんじゃろうと思って。あ、でも嬉しかったですね。めっちゃ嬉しかった。でもね、皆さんの拡散をしてくださったおかげだったりもあるし、こう大人の方とかスタッフさんとか先輩方もたくさん、なんかこう応援とか拡散してくださって、たくさんの方のお力があったからこそ1万人達成で、なんと昇格、研究生から正規メンバーに昇格決定したので、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。昇格 でも本当に実感がないんですよ。1万人達成したっていうのが、昨日4人とも話してて、あ、4人で、2.5の4人で話してて、実感ないよねみたいな。びっくり。昨日初めて僕と行きました。神奈川住みながら東京のイベントをこれから通う。嬉しい、ありがとう。来てくれてありがとう。さっきの僕の太陽公演もありがとうございました。東京での初めての公演、楽しかったです。新鮮な感じだった。昨日はいちごルームでお世話になりました。さっきのいちごがなんか喉が痛くて声が出ないみたいな そうで、リオさん来てって言われたから、こんこんこん 日暮らしのところめっちゃ素敵だった。嬉しい、ありがとう。かわいい、やった。もう今日ね、もう眠たいんですよ 6時ぐらいに起きた？ 6 時ぐらいに起きて、でもう聞いてください、もうリオはもう覚えることがいっぱいすぎて、もう頭がパンク中。
え、なんか今日もまあドレミに、まあ、行くかも行かないかもな感じで、でその後広島帰るじゃないですか。広島帰ったらその後レッスンなんですよ。リオだけレッスンなんですよ。それのさ練習ね、覚えるのも今日朝して、そう今日朝起きてからレッスンの覚えるの動画見て覚えて、動画見て覚えてから今日広島帰ったら夜遅くまでレッスンなんです。ありがとうみんな。あ、ほらありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そうですね、昇格したらいろんなことができるようになります。髪の毛もこんなストレートじゃなくて巻いたりとか、もう好きなようにリオが好きなハーフツインもできるし、あと衣装、あ衣装じゃない服か、私服もお話し会の私服も今までコスプレ NG だったし、あの膝スカートは膝よりも下じゃないといけない、その丈がね。でもコスプレも OK になって、そういう縛りもなくなるし、先輩との連絡先交換もできるようになるし、生誕祭もできるようになります。いっぱいある、嬉しい。公演中だったら絶対盛り上がった。え、そうなんですよ、みんな言ってて、そうスタッフさんも公演中に達成してほしかったみたいな。そしたらさ、ファンの方とも一緒に喜び合えるからさ。そう、え、昨日の日暮らしの声、リオツの表現力すごかった。え、嬉しい、やったー。あ、ほらありがとう。目の前で踊っててニコニコしてたのに歌うと大人っぽいのよ、グかった。え、嬉しい。ギャップ萌えってやつですか。ギャップ萌え。ギャップ萌えですかね、これは。そう、レッスンさんがね、居残りじゃないですよ。なんでそんな居残りみたいな言い方するんですか。居残りなわけじゃないじゃないですか。居残りってさ、できてない人がさするやつじゃん。嫌がらせですか、居残りだなんて。残りだなんてリオに失礼な。そうだね、確かにプレゼントも解禁だ。プレゼントも解禁、やったー。わーい。ロング配信できる日は来るんだろうか。え、多分もう来ないと思います。当分来ないですね。昨日隼人さんが 2.5 期のサイン欲しいって言ってた。だから隼人さんさ、あの X のさやつにさ、みんなコメントしてたからさ、リオもしたんですよ。リオはって言ったら、なんかめっちゃびっくりマークつけてあって、びっくりした。そう、嬉しい。そう、マイキューさんとついに連絡先が交換できます。嬉しい。会場電波が全然なかった。え、そうなんですよ。え、地下2階だったからさ、本当に自分たちも電波なくて、写真も撮れないぐらい電波なくて、そう、やばい。最速で面と向かっておめでとう入れるのは今日のドレミかもかもね。行くかも行かないかもかもしれないから。
レイダウンかっこよすぎてひざまずきそうになりました。いけるおもろすぎる。ひざまずきなおもろいな。待って、45分になったら配信終わる。配信終わるけ、40分になったら何十分。やばいやばい、あとちょっと、あとちょっと。プンプン、お怒つんですよ。りょうちゃん優等生だからね。そうだよ今日もコラボカフェに行くの？行くかな、行かないかな、どうかな。ギャップが魅力？嬉しい。ギャップりょうちゃん、りょうちゃんの写真集すごく楽しみにしてます。そう、まだね、出せるって決まったわけじゃないんですけど、皆さんから1位という順位をいただいて最終審査に進めるので、絶対に勝ち取ってくるね、ソロ写真集。交換日記しなくてよくなるね。でもなんか交換日記も交換日記で良さがあるじゃないですか。なんかね、手書きだし、なんか1年に1回ぐらい1年に1回ぐらいしたいな。昨夜は楽しい声ありがとう。え、ありがとう、嬉しい。やっぱお腹すいた、お腹すいた。なんか昨日のコンビニに何も売ってなくて、もう商品がほぼゼロみたいな感じで、せっかく行ったのに、あのお味噌汁1個しか買ってなくて、今日6時に起きてお味噌汁1個しか飲んでないからお腹すいた。いや、このあとこのあとみんなで食べるから、イエーイ昇格したら僕対公演は出なくなる。え、そこら辺も含めてまだ決まってないらしくて、そうだからリオもね、わかんないんです。ほら、ありがとう。2.5 研究生だ。 2.5 期メンバー両方のサインを所蔵。あ、そういうこと？研究生って書いてるバージョンと 2.5 期生って書いてるバージョンが欲しいってこと。面白い。そう、受験が待ってます。リオは受験がやばいかも。リオ本当にやばいかも。帰りの新幹線もレッスンの覚えることで寝れないですか？はい、その通りでございます。新幹線でも歌を覚えなきゃいけない。昨日のドレミでリオツのチェキゲットしました。え、嬉しい。見たよ、ありがとう。パフォーマンスはミュウミュウだと褒めていたよ。え、どなたがですか？どなたかな。プロフィールのお礼コメント見ました。え、嬉しい。え、そう、なんかみんな気づいてないのかなと思ってたんだけど、あのイベント期間中は毎日毎日日付ごとにその日が終わったらその日の感想を全部書いてて、みんなのお礼を書いていました。昨日はカフェで話してよかった、ありがとう。そう、昨日は、そう、昨日1部と2部の間で、あのドンレミーさんとズームでつないでファンの方とちょっとお話ししました。ニューエイブクラファのメッセージ書くの遅らせてたから、テスおめでとう言える。え、嬉しい、やったありがとう。しかも聞いてください、実は受験さん、ありがとうございます。カメラリオです。中学3年生15歳です。ぜひフォローしてください。いや、あのうん、あ、千穂さん、うん、いや、実は X で、あのなんかドンレミ
のスイーツをなんかマーナとパーナにも持って帰ってあげればいいんじゃんみたいな書いてた人がいたんですよね、 X で。でそれを見た時に実はなんとマーナとパーナも東京に来たんですよ。やばい、もうどんなとこにも来る。もうマーナとパーナはどんなとこにも来るんですよ。あ、41分だ、やばい。え、そう、昨日、あ、おとといから来てて、昨日の僕隊の夜公演も来てて、でなんか夜公演の前にドンレミ行ったらしい。ドンレミ行ってグッズも買ったって、グッズも買ったって言ってた。面白い。今日はもうリオちゃんしか目に入らない。イエーイ。リオに内緒で来たの？うん、全然知らされてましたよ。ちょっと恥ずかしいからって言った。そう、恥ずかしいからみたいな。そしたらいいじゃん、行きたいけんって、恥ずかしいけんやめてやって言ったらいいじゃん。それでは壇上見たいと思います。13位 KG603 さん、ありがとうございます。12位レオタンさん、ありがとうございます。11位シャガラピーさん、ありがとうございます。10位ユイチサさん、ありがとうございます。9位ヒイラギさん、ありがとうございます。8位ハチズカさん、ありがとうございます。7位沢本龍二さん、ありがとうございます。6位チユチユさん、ありがとうございます。5位ホリちゃんさん、ありがとうございます。4位昔からおじんさん、ありがとうございます。3位ラクラクさん、ありがとうございます。2位流れ物さん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう。三冠美しぬ。じゃあ等身大パネルも岡村家が当選するかもね。いや、マーナたちはねリオのメニューしかたあの食べてん頼んでないから。あ、等身大パネルはスタンプ、あの4人のセットを全員分頼んだら等身大パネルがあの応募できるから。ツンツンはマーナリだと思う。え？え？マーナ知ってるんですか？顔。それでは今日も頑張ります。頑張ってくるね。そう、今日もね夜遅くまで広島帰ってレッスンがあるので頑張ります。明日は夜かな、時間的に。明日もねお仕事いっぱいあるから明日夜かも、まだ決まってないけど。それでは皆さん1万人達成本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこれからも初心を忘れずに、こっからがスタートだと思うので、しっかり感謝の気持ちを忘れずに全力でこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。そして昨日僕の太陽公演、初めての東京での公演2公演ありがとうございました。来てくださった方ありがとう。それではバイツー、行ってきます。今日ドンレミ行くかも、行かないかもしれないけどお待ちしてますバイツー。あ、待って、テロップ出たっけ。あ、出た、出たっけ、あれテロップ出てたっけ。あ、出たか、あ、よかった。まいつー。